はい今回は岸田が定額減税の額を一人4万円で来年6月からとするという炎上しているニュースについて考えていきます今回もよろしくお願いいたします、まあ、岸田のしていることっていうのはまあ非常におかしいわけですよ僕もそうですしリスナー様も思ってらっしゃると思うんですが まあそのです、ね、おかしい政策の裏には全く別の、まあ、国民間の溝をです、ねえー、まあ深めるそういった目的もある、えー、そのようなことも考えられるといろいろ考えられるわけですよ、まあ、おかしいといえば、まあ、おかしいの一言なんですけどもう、ねまあ、結論から言うと、まあ、さっさと退陣してくれっていうのが日本国民のまあ願い、えー、心の声だと思いますで。そういった岸田なんですが まあこれいろいろですね、なんていうのかな、批判、非難、炎上、突っ込むところがあるんですが、まず、この今っていうのは僕もそうですし、リスナーさんもそうですが、日本国内の経済状況がとても悪く、ですね物価高、 給料の手取りが17ヶ月連続下がっているということで国民の大体まあ9割近くが生活に困窮しているこの今の実情なわけですね。でその中において来年の6月からってなんでこんな遅いのか意味わかんないじゃないですか。今あね2023年の10月もう急ぐんで取り急ぎ2023年内にやると考えられるんですが2024年の6月からだからこのおね何、えー、でしょうね、えー 半年以上、8ヶ月とかあね、後にやるっていう時点で、全くやる気がないわけですよ。ほんで、えー、わざと実は時間稼ぎをしてるんじゃないかとかっていうのも取れるわけですね、解釈として。まあ、解散早期選挙か何かをするために、そのためにこういうことをわざとやってる可能性があります。で、あのこのですね、炎上してるニュースの逆から考えるとですね、 ものすごく国民同士ででいろんな溝ができてるんで僕はですね、まあ、皆さんもそうだと思いますがあの日本国内で日本国民が全員ですね全員よりよく過ごせればいいと思うんですねで例えばじゃあ全員でないにしても多くの人がよりよく過ごすっていうために何が必要かってったら消費税の減税消費税の廃止が必要なわけですよインボイス制度の中止が必要なわけですよ そういういより多くの人、限りなく全員に近づける、より多くの人の恩恵を受けられるような政策をしないと、日本国民間で溝ができるんですよ。で、今度、逆を言うと、わざとこういうことを、溝を作るためにやってるんじゃないかなと、だから、不公平なわけじゃないですか。で、不公平感が出るわけですよ。なんで、えー、ね、えー、なんかな、なんていうのかな、えー、この人はもらえて、この人はもらえないとか、常にこの、まあ、政府、まあ、自民党、まあ、岸田もそうですが、 こういった不公平感を意図的に演出する、まあ、そういったことが考えられます。今働いてる人に対して、あるいはです、ね、今働いてない人に対して、そういう溝ができるわけですよ。例えばですね、消費税を廃止するということになったら、 日本国民が買い物をするとき、全員10%オフになるじゃないですか。平等ですよね。で、あの例えばあ消費税を廃止すると、中小企業の倒産を防げるっていうのもあるんですよ。だからあ、こういうもし経済政策を打ち出すのであれば、よりですね、国民が幅広く平等に恩恵を受けられるものでないといけない。しかし、かわざと意図的にこのような、 働いている人、働いていない人であったり、えー、住民税非課税世帯だったりっていうわ、わざとこういった溝を作るようにしてるんじゃないかと僕は思ってるんですね。こういうふうにして、えーまあえー、なんていうのかなあーその <coughs>、岸田に対しての批判、非難ではなく、まあ、それも向くんですが、国民間同士でそういうことをさせようとしてる、まあ、そういった裏の、まあ、別のものをかんあの考えられる、えー、そういうふうに思います。 で、えー、また、ですね、えー、これってのも全くもってるのもでたらめ中のでたらめなんですが <laughs> 何かの時に岸田とか自民党とかって言ってるんですが、えー、中間層を、ねえー、手厚く支援するとか、えー、なんか分厚い中間層がどうのこうのとかって言ってるんですが <laughs> 全く口でそういうことを言ってるんですがしてることは全く違うんですね今の、まあ、日本国内の、まあ、状況経済状況はどうなってるのかっていうと。 富裕層、中間層、層中間貧困とと分けるとですね、おそらくごく一部の少数の富裕層がおり中間層がほとんど貧困層側に行ってると思うんでごく一部の分かりませんけど1割の富裕層と9割の貧困層ってそういった構図だと思うんですよ。 であるいは、ですね、まあ、その中間層が貧困層になりそうなそういった懸念する状態なんですがそういうことをしようとしているだからわざと中間層の、まあ、経済の,、ねまあそのところにいる人たちが貧困層に落ちていくようなそういった狙いであると考えられるんですね。 だって今回の,、まあそのまあ、政策というか、まあ、経済政策ではないと思いますが、今回の愚策ですね、今回の愚策で、えー、中間層潰しになってるわけですよ。でわざとやってるのかあ、わざとやってないのか知りませんが、結果的に中間層が潰れていく、中間層がいなくなっていく、えー、日本のです、ね、社会というのは格差が大きく開いて、ごく一部の富裕層、あるいはその他大勢の貧困層、そういったふうになる。うん っていうことで、えーまあ、これもよく言われてるんですが、えー、4万円で何すんのっていう話なわけですよ。<laughs> まあこの、えー、まあ、減額4万円で、えー、4万円でこれ、何、どうしたらいいのっていう話なわけじゃないですか。と、うん、いうことで、えー、まあ、短いんですが、まあ、ニュースになっておりまして、こちらがですね、非常に批判、非難、炎上しているニュースを考えていきます。岸田はです、ね、10月26日の政政府与党政策懇談会で 経済対策として所得税の定額減税をする方針、えっと、住民税非課税世帯の7万円給付方針をまあ表明したと、うん、経済対策って言ってね、所得税って言ってる時点で話になりませんけどね、消費税を廃止しろっていうわけなわけですよ。で今度ですね 定額減税の額については、1人4万円とし実施月、実施時期については来年6月からすると望ましいと言ってるんですが、ここですよね。うん。えー、まあ、何を、この定額減税出て4万円という基準がどこから出てきたのか知りませんけど、来年の6月からって、だから今困ってるわけですよ。まさに今ですよね。えー、この今の今。 えー、その先ほどの物価高で給料がね17ヶ月連続手取りが下がるっていう、えー、このおね逼迫した状況に国民生活がある中でのんびり来年の6月って意味わかんないじゃないですか今困ってる日本国民を助ける気が全くないと。 でこれなんでこんな来年まで引っ張るのかっていう意図が分かりませんけど、えー、まあ解散・総選挙のためかなとかって、岸田っていうのはその選挙とか票とかそういったものだけを考えているんでね、うん。国民のことなど全く考えていないっていうことは今までの愚策から明らかです。で今度岸田はですね、税、えー、税収増、納税者に対して、 わ、えー、かりやすく国民に税の形を還元するとか言ってるんですよ、ねえー。令和6年度税制改正において定額減税をお願いしたいとかって言ってるんですがまあ,あねこれは思ってる人多くいると思いますが、えー、税収増どうのこうのじゃあ最初から取るなよって最初から取らないっていう手があるわけですよ。だってね、えー、政府の税収って過去 3, 3年間 最高なわけですよ。一番最近は71兆円かなんかの税収増なわけじゃないですか。なのにもかかわらず、インボイス制度を強行したりとかね、わけわかんないわけですよ。国民生活が混乱するようなことをして。で、まあ、ここからあるんですけれども、低所得者に対して、給付措置1世帯7万円を追加する、住民税非課税世帯に10万円の支援をすると。 すで、えーまあ、に、えー、児童手当の拡充については、えー、紹介式を来年,じ来年12月に前倒しする方針を示し、総合経済対策を盛り込む、もう意味がわからないですよね、うん。来年12月って何考えてんのって話じゃないですか、普通に。別に,別にですね、えー、このなんていうのかな最、最初の方にお話ししたように、日本国民全員がですね、えー あの恩恵をれれるよよようににすすすばいいいんんですよ別にでで別きななくはないんですよ例えば、先ほどの話で言ったね、消費税をまあ減税、あるいは消費税を廃止する、全員が恩恵を受けられますよね。で、インボイス制度っていうのも、国民がです、ね、その経済活動できなくなったり、経済の混乱をするんで、インボイス制度をやめる、もう廃止するってことですね。 で給付金の話に出るんですけど単純なんですよ、日本国民全員に5万円なり10万円の給付金を配ればいいんですよ、だって経済があ全く状態が悪いわけじゃないですか。 っていうことはつまり8割、9割の国民が困ってるわけだからそ、そんなね、給付金をいらないっていう人はいらっしゃるかもしれませんが、ごく少数だと思ってるんですよ。みんな、多くの人は困ってるんで、それをすればいいんですよ。しかし、そうせずに、うん、別にあのお金がないわけじゃないですから、別にね、えー、そのよく財源論とかね、なんとなんとかって言いますが、別に <laughs> 日本は円っていうね、自国通貨建てなんで、えー、別に円すればいいんですよ。全く困ることはなんてもないんですよ。 だから、もしも本当に経済対策を考えるんであれば、やることっていうのはもう比較的単純に限られて、絞られてくるわけですね。消費税を廃止する、インボイス制度をも即中止する、国民全員に給付金を配る、別に10万円でも、まあ、5万円でもいいです、別に予算的にはできるんですよ、20兆円かなんかの予算を組んでるって言って、去年の残ってる予算もあるわけじゃないですか。 だからこういうことをしなければ、経済対策になって何もならないわけですよ。で、その国民間の溝を作るようなことをしているとしか思えない。あとはですね、僕は全く別のことを思っていて、こういう国民にですね、その岸田の、まあ、経済的な愚策を見せてです、ね、水面下で憲法改正、改憲を進めようとしているんじゃないかとも思います。だからそういったことものもいろいろ考えて、ですね、もう2024年に、 所得税減税がどうだらこうだらとかいうよりも何よりも早く岸田が一刻も早く退陣することが日本国民のためです。えー、それを本当に心の底から願っています。まあ、皆さんもそう思ってるでしょうし、このですね定額まあ減税の額を1人4万円で来年6月から。 うん、額が4万円というのもわ,わけわからないですし来年6月からというのも意味がわからないでこれで非常に炎上しているわけですよでその日本国民の国民間で水を作るってどうしようもないことしてるなって、まあ、思いますということでこちらの件ですねいろいろ思われる方いらっしゃると思いますので、まあ、僕なりに思うところということでお話しさせていただきました最後まで聞いていただきましてありがとうございます。